った聞いたよ、雪上車。見て、すごい 5000cc すげえ。メルセデスらしい。メルセデスすごいね。すごい。こんな、これアトラクションやな、これが。ワクワクする。ワクワクする。これが白駒池、白駒村、はい、一泊二日楽しみましょう、はい、お願いしますはい、乗り込んですげー、軍隊やる。すごい。じゃあさようなら。すいません、大丈夫です。ありがとうございます。はい、すいません、はい、お願いします。はいはい、白駒池まで来ました。ここで撮る。うん、一面雪、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 綺麗。おえ、すごい。マジで？そんなに？え、マジで？ちょっと上がれん。マジで？落ちた。マジで上がれん。ガール落ちた。ちょっと。え、マジで？マジで？ちょっと待って、両手を持っていただいて。じゃあヒューマンチェーンや。出ました。あのお互い腕を、はい、いくよ、せーの、よいしょ。うわ、すげえ。すげえ。終わるやろうと思ったらズワーさあ、いよいよ雪の雪の王国へ行きましょうかね。おー、すごい。すごい。おー、わー。すごい。すごい。うわ、すごい。真っ白。うわ、モフモフや。モフモフ。いいな、ここ。すごい、めっちゃいいやん。うわ、すごい、ええー、とこや。着いた。めちゃ綺麗。お疲れ様です。とりあえず白駒村到着です。はい、なんか思っとった5倍ぐらいなんか幻想的で、うん、本当に雪の、うん、あの白駒池、うん、いいね、いい、うん、静かで、まあいろいろお部屋も準備してもらってるんで、うん、とりあえずチェックインして荷物置いて遊んでいこう。あうわ、すごい。あ、 T シャツある。T シャツ買ってこう。
けども本当に青いポスト T シャツ買って帰ろう。しかもドライやし、めっちゃ安いし、ドライですよ。やったーやったー、めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ広い、最高。何、お酒もめちゃくちゃいっぱい種類あるよ。うん、おでん美味しそう。あ、肉うどんとかもいいな。すごい美味しそう。かけうどん、肉うどん美味しそう、ね、手合わせます、はい、いただきます。味噌汁です。いただきます。鼻についてる。うざ。誰？最下。何やこいつ。いただきまーす。いただきまーす。どうもお前。いや、本当美味しそう。美味しそう。うん。絶対美味しい。割り箸あったけどスープが。うん。汁か。割り箸。うまい。あ、うまい。うまいやつ。うん。何が入っとん？ネギたっぷり。うどんも白菜、うん、ご飯もいっぱいだ。ネギが美味しそう。ネギ食べれません。嘘。ガキガキ、うっとうしい。こいつカオル、うっとうしい。あ、美味しい。本当美味しい。幼稚園児がおる。すげえうまい。何むせとるやん。あと肝心の肉うどんの肉言ってなかったね。面白い。何が入ってる。何か入ってる。はいよ、はいが入ってる。はいよ、食えよ。ちょっと焦げた。はいよ、食えよ。うん、美味しい。うまい。うん、おー、すっげー、よかったわ。うん、止めて。うん、あ、おげー、げーから通った。うん、すんご、あんな落ち方するの。てか、これ結構な量あるね。あるある、すごい。牛肉がかっ、おいしかった。うん、めっちゃおいしい。おいしかったし、だしもおいしいし、やっぱ最高や。うん、だいたいこういう肉うどんでさ、肉ちょっとしかなくない？うん、めちゃくちゃ肉あるんだけど。めっちゃ肉ある、めっちゃ美味しい。あとネギとかも。うん、最高、美味しい。あ、ごちそうでした。ごちそうでした。ごちそうでした。はい、じゃあ白駒荘でスノーシュー借りたんで、白駒池をスノーハイクしてみましょう。行ってみましょう。おお、うわ、すごいな。うわ、これはすごい。もう行けないとこ行くの？すごい。いいね。うわ、すごい。すごい、うわ、すごい、最高や。こんだけ広くてさ、こんだけ親切でふかふかあるのにさ、俺ら3人ここの3メートルとか。こんだけあるのに。アホや。ゲームみたいな始め方してない？ゲームのキャラクターみたい。楽しい。Ha ha 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 ha
ようやるわ。めちゃくちゃ湧いてる湧いてる湧いてる。タオルさんめっちゃ遠くまで行ってる。もしかするとこれ飲んだら戻るかもしれない。言いそうと思ってたよそれは。またこぼして。どんなこぼして。あ、美味しい。美味しい。美味しい。タオルなんで持ってこんかったんやろ。いや持ってこいって言ってたね。多分シンプルに散策したかったんじゃないかもしれない。カオルさん、カオルや活動的な。なかなかないよねこんなところでコーヒータイム。はい、うん、池の上やでねこれ。皆さんお忘れかと思います、ね、池の上ですからここは。ひーちゃんコーヒー飲んだし帰りましょう。行きましょう。はいよ。今日のおやつはドリトスです。ギュップでちゃん。ギュップ。今日は山小屋だからビールもあります。じゃあジジさん、ジジさん、ジジでもいいですか。ハイボールドライさん。うわぁ、うわぁ、ブレさん、ブレつくやん。何それ何それ。なんかもらったこのトランプ。何だ、何それ。めっちゃサラサラ。すごっ、すごいこれ。すごい見にくい。カチカチする。ギラギラ。見にくい。まあ、久しぶりにでも一並べとかもやりたいね。やだー。夜長い。夜長い。一並べとかやりたい。一並べとかおもろくない。真剣だよ。それは面白そう。お前ら絶対有利や。俺らベロベロだ。酔っ払いができるから。いや、お前らそれ絶対あかんの。おいで、俺ら変な罰ゲームさせられるから。46歳のおじさん2人がなんか上半身裸で向こう行くとかさ。若者にいじめられる。池の真ん中で。そう、池の真ん中は死んでしまう。池の真ん中で嫁の名前すぎる。愛してるよってバカにやめろって。なんか魚一匹釣ってくる。積もってくるまで帰ります。だからもうそんなこっちんこっちになっちゃうで。はい、はい、はい、はーい、着替えてから行きます。じゃあ一旦これもステイ、うん、あ、そうなの。もうこの日まで終わらせていくから。結構長なりして。あ、マジで。ご飯も冷めちゃったらやし。うん。うわ、すごっ。なにこれ。うわ、すごっ。うまそう。うまそう。どこ。うわ、すごっ。はい、本日はですね、白駒さんお越しいただきまして誠にありがとうございます。白駒さん、アルビの笠尾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。自分たちはですね、家族でやっておりまして、パイに入りまして30年、このパイの4代目になります。また後で見ていただければなと思うんですが、うちは大正11年からでございまして、今年が99年です。来年でございます。100周年を迎えますので、またどうぞよろしくお願いいたします。あの、時間たくさんありますので、ゆっくり召し上がってみてくださいませ。どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。絶対食べられないですよ。ありがとうございます。最低限なんですよ。すごいしかいない。うまっ。スノーボードから今4つですか。はい、ごちそうさまでした。今日は歩くのはおかわり向かいちゃった。えおかわりしちゃった。ああ、いいじゃないの。次のグッズは車の中に飲んでした。はい、どうもどうも、おかわりでした。僕もおかわりしました。嘘つけ。お前スパゲティの神さんにまで謝れ、早く。ごめんなさい。まあ、年寄りには多かったな。そうね、しゃあない、しゃあない。じゃあ、ごちそうさまでした。じゃあこれから星空ツアーがあるっちゅうことで。あるんかな。じゃあまあとりあえず部屋戻ろうか。行こう。よし、ごちそうさまでした。
椅子とこんな形で、まあ、もうすぐ古城に出ていただいて、まあ、古城を見ていただくみたいな感じなんですけどね。おはようございます。2日目朝です。疲れた。いただきます。どうぞ。我慢できない。どうぞ。まずは味噌汁から。美味しい。癒される。最高。イベント始まった。イベントシャラララシャラララララシャラララシャラララララシャラララシャラララララシャララ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 ラアイラムホンダ。残念ですが時間となりました。楽しい時間はあっという間に終わってしまいました。11時の雪上車が待っているのでそろそろ帰ろうと思います。もう一泊したい。本当はもう一泊したいね、うん、したい。いいとこやった。星が見たかった。あ、星見たかったね。昨日の夜まあいいかなと思ったけど結果今こういう感じをもう一回雪とか遊んだりしてちょっと余裕が出てきたら星欲しかったなと。残念でした。まあまたね。そうやね。今年とりあえず夏に一回行きたい。まあそうやね。夏来て来年100周年っていうことなんで100周年になった新春ちょっと空いてそうな時に一回来たいね。うん、それがいいね。ここは何度も来たい場所の一つになったね、うんうん、本当に確実になった、うんうん、白駒荘の人がええんだよな。それが、うん、いちいちいいんだよな、うん、いちいち優しいやな。T シャツも買ったし。本当は T シャツも買いました。1号らしいですこのバージョン買ったの、はいはい、それ言いたかったっけ切ったろやめてやめて。まあとりあえずそんなこんなで、はい、楽しかったけど、うん、もうこれで帰りましょう、はいはい、まだちょっとあの雪上車アトラクションもう一回と俺はジェットコースターみたいなところをハイエースで帰るっていう地獄が待っていますが気をつけて帰りましょう、はい、2日間ありがとうございました。ジャンプジャンプ。今回はしりぞりの涼介くんはここにいます。忘れました。ご苦労様でした。この動画がいいと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。